おい。じゃあ、いきますかね。はい、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 クルメイト。アコード剣士。ポンポン。ポポポポンポンポポポポンポン。ハタポン。いいなんだ。ふてさんはね、多分金庫で死んでます。え、金庫室？はい。トス7に白出せます。俺も無理じゃない？ブリちゃんも無理かね。無理だと思ってほしい。アーカイブは君はナノコさんでしょ。ナノコさんは俺貨物脇で、あ、じゃあ宿舎脇がプテだわ。私がエンジン単脇で金庫室で吹き吹きだけして宿舎に戻りました。で、金庫室の吹き吹きを先行してられたプテさんがさらに奥に行かれるのが見えたんで、あ、じゃあ宿舎脇で金庫入ってるのが、あ、ごめんなさい、ナノコさんだと思ってた。うん、原産の情報、うん、私はもう計算しか信任がないので何とも言えません。原産しても僕は絶対無理ですよ。だってミーティングボタン押します。アルマさんボタンか、失礼です、うん、アルマさんボタンだったら大丈夫。アーカイブ脇が4人いて、4人いたうち、2人僕とサントスさんがラウンジ方面に行ってるんで、はい、あとラウンジであったならこさんは無理っていうだけで、あと2人誰だっけ。俺と下に行ったのは誰だ。あ、はい、僕です。ネロちゃんって死人あります、そっちの方で。ネロちゃんはもう右に行ってんの俺が見てて、アーカイブ脇で俺だけアーカイブのタスクを始めてて、でネロさんが右で、ハタさんは下、藤畑もシャワーにいてから、藤宮、うん、か、そうそう、びっくりした。もう現代で俺エレキ降りてて、てか聞く限り弁当ぐらいしか無理じゃないと思うんだけど、高田さん右脇は見てます。宿舎脇がアルマさんが人外でもう一方湧いてたとかいうケースも一応ありますけど、基本的には、うん、右行ってみんなもう、いや右は多分複数人で出てるから、出てるんだったらもう弁当ぐらいですかね。でも浮いて、私はエンジン単だった自覚があります。あれ、ハイブリさんどこなんだっけ。これ貨物、ナナコと一緒に湧いてて、で最終までずっと貨物にいる。じゃ無理だ。もう原産クルーで置いたら高田さんしか浮き位置は、そう、俺入れなくない。俺メインからだから、源さんとすれ違ってしか入れないんで。源さんは金庫に行くプテを見たの？金庫にいるプテさんを見ました。で、私は金庫に置いてきて宿舎に戻った。宿舎でしょ。で、金庫の奥に行くって言っていたから、源さんがさっきの証言、うん、吹き吹きから奥に行ったはず。俺って源さんと交差しないと。源さんは金庫出てどこまで行けてます？宿舎戻ったぐらいです。うん、あ、メインはキコックピット爆走からの弁当。爆走、そうね、うん、爆走。うん。やっぱ弁当ぐらいしかなさ。本2冊しか閉まってないぞ、俺。いや、そう、めっちゃ、俺、達成1個もできなかったから。高田さんにこんな票入んの？はい。高田さんまで絶対ローラーしてください。俺ってどうやってキルするの？ちなみに。無理じゃないってこと？わかんないけど、どうやってキルするの？しか情報出す意味はないと思う。まあ、原産マットケアの原産先釣りはわかる。けど、まあ。うん、まあできないことはないかな。脇しか見てないから。まあ右組側だって弾けてるんだろうね、消去法で。あれ、ああ、昨日高さんに入れた4票聞きたいけど。あ、聞きたい、同じく入れてます。はい、入れてます。多分俺が切れる場合って藤宮まで陣外でいいと思うよ。なんでですか？脇しか見てませんよ僕は。いや、じゃあ脇をずらさないと無理だと思う、俺が切る場合って。あの時間の短さってみんな体感してると思うから分かると思うけど、多分ね、16秒くらい開けたんだっていう。そう、コックピットまで爆走して弁当移動できるは、あの弁当の移動分の時間クールも上がんないし。でも原産を村で置いて、高田さんも村で置いた時、藤畑はシャワーで見合ってるんですよ。まあ、てか僕はあの証拠嫌いなの、ベントタスクをやってボタンだからマジ短いと思いますよ。めっちゃ短い。俺タスクできなかったし、うん、そう、だからアーカイブ組の洗った方がいいと思う。いや、無理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 。俺がやる場合は絶対弁当だとしたもう、アルマとかに見られないと無理だし、原産にまあそもそも、いや、そうそう、原産に死人が出る。アーカイブからとかメインからはそれこそ僕が都合よく証拠嫌いのベントタスクをやってミーティングに行ってるからない。なんかゲンタカダムラムラはほぼないってことね。
そのナーサス、原産視点の情報からすると、コックピットまたは展望からの弁当以外の地球ってマジで無理だから、マジで無理だと思う。絶対無理だと思うよ。無理だと思う。てか弁当移動してる時間ないと思うけどね。そう、弁当分ってクール上がんないから、あれ1秒分ぐらい損するから。そうっすよね。だからこそ、うん、その時間もないと思う。原産しかできないっていうふうに思って、はい、てか高田さん入れた人より出て、いや高田さん入れた人まずもう一人出てきてないから。そう、もう一人、そう、藤畑銀、うん、あと1、スキップ入れた人は誰なんですか？スキップハイブリ。ハイブリさんか。うん。ごめんね、俺は状況が全然分かってないから。いやでもまあ結果スプリット回避になったらいいと思いますよ。あり得るパターンってハイブリさんがキッチンとかに湧いてて、ナナコさんがそっちで合わせてるぐらいしかなかったかなと思ってて、多分ゲンさんが疑うべきって多分そっちだったかなと思うんですけど、死人が。ハイブリさんの状況は、ね、多分あのタイミングで。いやすごいけど、ね、でもそれしかなくないって思ってた。それ壊れてもっていう感じかな。いや、まあ、多分あんま現実味のないやつなので、うん、どうします？結論連れてそうだなって思って、いや俺はもう普通に原産以外しかないかなって思って、うん、無理だよね、時間がね、うん、あまりにも短かったから、短かった、まあ、これ結局入れたん誰やったん？はい、剣士に藤畑剣であと1人が出てないです。出てこない。ちょっと別のことで頭いっぱいになってて、今ちょっと所定のことは集中しろ。いやいや、ゲーム内のことです。じゃあ俺かも。藤畑どっちかも。俺かもです。かもです。だから何か高田さん入れたのかですか？俺かも入れ、俺入れたかもです。原作の証言からと思って高田さんに入れただけです。原作をクルーで置いたときに浮いてる人物が高田さんしかいないからっていう理由で。まあ言われてみれば確かに時間はなかった。うん。もう一人直さないか。あら。サントスさんはキッチン脇で右に行ってるはずですよ。ほう。畑坂くんってどこから来た？メインからです。アルマとすれ違ってます。キッチン脇で、俺と一緒にセキュリティ行っていて、で、エレキの勝ち助けた時に、ハトサくんが入ってきて、俺最後バイタル。メインで見られてるんだったら、どうか分かんないけど、そっちには行けそう。ハイブリさんとキッチンから右行ってるんだったら、メイヤさんの証言的にサントさんと一緒に行ってるんじゃないですか？行ってるよ。で、セキュリティに置いてって言ってる。ああ、なるほどね。うん、で、それで、エレキで、ハトサくんのすれ違ってるから、ハトサくんの経路聞いた。僕はハイブリさんもできるし、アルバム戻ってくればできるから、どっちかわかんない。あ、僕は絶対無理。シャワー遅れたからさんと会ってるから。うん。で、それの前に、七子富士宮はアーカイブ脇でエレキ来たの。あ、エレキじゃない。貨物来たのかな。僕、手で直してます。うん、貨物で。あと、メーカーで最終位置は？エンジンの配線タスクです。うん。一応、俺が、そうだね。まあ俺が容疑者になるのは全然分かってる上で、メイヤ君とバーガータスクをやった後、サントさんと一緒にセキュリティ行って、メイヤ君が武器庫の方に行っているから違和感はない。で、ハトサコ君もエレキで会ってる。ただその前の経路を俺は知らないから、誰か会ってたらっていうぐらい。メイヤさんはさっきのターンすごいゲンさんに強く押してたから、あんまり追ってないので、ハイブリさんとでいいと思います。サントスはどこに行った想定なのこれって。いや、俺セキュリティに置いてきてるから、多分テープやってるんやと思うけど、いや多分そのタイミングが絶対死なないから、クール上がってないとこからどこ行ったんだろうっていう、その後想定が、はい、テープで死ぬこと絶対ないと思うよ。だってキッチン脇右でテープタスクまでは、あ、違う、キッチン脇でキッチン脇即テープじゃないから、キッチン脇で多分ね、うん、展望に1回入って、あ、じゃあ別に席でも俺がバーガータスクやって、でそんなに早くできなくて、うん、手間取った後キッチン席の扉開けてからテープなので、あ、多分石油かエレキ、うん、俺がバーガータスク、そう、いいですか、いいですか、僕がいいですか、ハイブリさんに僕はあのアゲアゲのところに置いてかれてるので、ハイブリさんがバイタルまでしか行けないんだったら、僕はアゲアゲでしか切れません。だからハイブリさんです。何待ちでもいいかなと。一応、うん、待っていいと。ああ、入れるんだ。ああ、するんだ。じゃあ、畑坂君とメイヤ君と両方と、精査をみんなでしてもらえれば。ほいほいほい。
原産で落ちてる想定なら絶対つらんくていいけどな。これもうタスク勝利なくなったで。ということでガンガン釣っていきましょう。過ぎたことは気にしても仕方なせん。ほい。ああ、まあ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 、しっくりはくるな。しっくりはくる。あ、そうなんだ。俺メイハタ釣り切ればありじゃない。そっか。じゃあアルマ高田もないからメイヤさんか、基本的には。ん、ナナコさん持ってきかこれ。うん。で、藤宮とナナコさんが貨物で一緒にいるはずで、シャワーで藤宮手で直してる。アルタカでもうラインがないから、基本的に原産で釣れてるからラインがないからメイヤさんですね、僕しては。うんうん、大丈夫かな。アルマは畑底とすれ違ったからシャワーだもんな。うん、まあ、ハイブリさんからそうだよとは言われなかったですけど、ハイブリさんに僕はエレキのアゲアゲのとこに置いてかれて、ハイブリさんがバイタルに行ける時間しかないから、サントスさんがエレキのアゲアゲまで来てないと僕は切れないです。サントスさんってメインに上がってる可能性ないの？ハイブリさんがマットだったら置いてきたって証言が嘘の可能性ない。そもそも席に来てないんじゃねえかと思ってるけど。いや、席はね、行ってると思う。で、席に行ってるっていう証言はメイヤさんも出してるから。そう、ね、俺がバーガータスク終わった後に展望デッキから右に行くサントスさんを見てるから。で、俺は武器庫エンジンっていう動きをしてるから。メイヤが釣る場合はアルマ、高田さんしてアルマがどうかって感じ。まあ停電中だから最後の最後だけは切れるかも。うん、メイヤがってた場合は。メイン上がってる場合でも奇跡的なすれ違いですけどね。僕と畑迫がメインで会ってて、その後エレキに畑迫が降りてるんだったら、席からメインまで行くときにそこをかいくぐっていかないといけないから。そうね、だから本当にちょうど最後上がってきてアルマもちょうどそっち行ってぐらいじゃないと多分。だから多分僕が最後置いてかれてますよ、高田さんに。僕の方が後に入ってるから、シャアの奥に。あれまして、高さんが無理、藤宮が手で直してるから基本的に無理。ネロちゃんは大丈夫なんだよね。ボタン押してるから絶対に。あ、遅いけど。じゃあ畑迫、あ、俺と畑迫ローラしてから、うん、終わらないんだったらあれままやすれば大丈夫だと思う。うん、まあそうなるよ。うん。え、高田さんインポスターじゃないですか。なわけないでしょうよ。いや、むしろね、僕が最後ちょっと高田さんを目離しちゃってるけど、まあシャワーまで来ないよな。あ、え、俺から入るの？あなたがハイブリさんとローラーでいいって言ったんでしょ。そうですよ。だってマットだったんだから、それはまたリセットしてきた。いやいや。まあ。うん。まあ、メイヤさんはね、確かに、高田さん、タンズリを強く主張してたからね。普通にメイヤさんかね。おい。メイヤさんです。おしまい。マジ多かったな、確かに。白がクソほど出た。さん、なんか初手で死人情報出して自爆すること多い。マジカインポスターの時にチャレンジして、そうことごとく死んでます。宝さんに入れた票の精査の時に、ナナコさんだけ黙ってたから、絶対ナナコさんやん、こんなんって思ってたら、あ、俺かもみたいなこと自分で言ってた。最初俺マットかと思ったわ。
あ、なるほど。違う違う、あのね、うん、ノーではスキップ入れたつもりだったのよ、うん、でもなんかスキップ入れた人いたでしょ、ブリちゃんだったから、ハイブリさん、うん、あれこれ俺剣士に入れてるなって思って今から出たら怪しまれるからやだなと思っていやマジで奈良子さんだけ喋ってなかったさ悩んでたんだ、しつこく聞くんだもん